オブスカヤ・ボバネンコボ・カルスカヤ鉄道は、ロシア連邦に存在する鉄道路線。北極圏に位置するヤマル半島に埋蔵されている、石油や天然ガス輸送を目的に建設された。韓国有企業のガスプロムが所有しており、2019年現在、世界で最も北を走る鉄道路線であり、終点のカルスカヤ駅は、世界最北端の鉄道駅となっている。 ロシア連邦、シベリア北西部に位置する山る半島には多量の石油や天然ガスが埋蔵されており、総貯蔵量は天然ガスが26.5兆立方メートル、ガス業縮水が16億トン、石油が3億トンと見積もられている。この多量の資源をロシア本土へ輸送する機関として、長年カナザウエ港に到着する船舶が用いられていたが、当期は、 北極海が凍結するため火器のみしか運用ができず、さらにコストの面でも不利であったため、通年利用が可能な陸上輸送機関である鉄道の建設が求められていた。そこで1985年に鉄道やパイプラインの建設を目的とした山ルトランスストロイが設立され、翌1986年からされハルド・イガルカ鉄道のオブツカヤ駅から分岐する。 鉄道路線の建設が開始された。当初は1990年初頭に開通する予定であったが、ソビエト連邦の崩壊に加え永久凍土の上に鉄道路線を付設するという前例のない工事であった。ため建設は遅れ、1995年にオブスカヤパユタカン 244km が開通したところで中断した。工事が再開されたのは2005年で、 翌2006年からロシア最大の天然ガス企業であるガスプロムが山る半島での天然ガス開発を本格化させる計画を発表したことで建設は一気に進展した。2007年以降は口実するロシア最長の鉄道橋の建設が始まり2009年に完成した。オブツカやボバネンコボ間の営業運転が始まったのは2010年2月、カルスカヤ駅への延伸は 翌2011年2月となった。また、将来からザウェー港へ、さらに路線を延伸する計画が存在する。2019年現在の路線総延長は5 7 2トルで、駅は、起点のオブスカイア駅を除いて5カ所、信号所は12カ所に設置されている。永久凍土が覆う北極圏に線路を付設するため、築堤には水分を多量に含む砂を用い。 陶器の低温時に凍結することで必要な強度が得られる構造となっている。また火器における蓄定の安定性を確保するために発泡ポリスチレン製の熱吸収剤を凍結さに含むジオテキスタイル工法を用いた断熱システムが用いられている。森土の砂の重点は永久凍土や生態系の保護のため陶器に実施される。 路線内に設置された橋梁は70カ所で、総延長は12キロメートルにも及ぶ。そのうちユリ米側の鉄橋は、環境保護や先住民族の文化保護のため、デルタ地帯全域をまたぐ、全長3.9キロメートルという北極圏最長の鉄道橋となった。 永久凍土の上を走るため橋脚は深さ30メートルから60メートルまで自家鉄パイプを打ち込みコンクリートを流し込んだ地盤の上に建設され工事には専用に開発された機材が導入された。ありがとうございます。